こうキノコの成分が全部ぐーんと出て牛乳と玉ねぎと馴染んだらおしまいです。めっちゃ地味なんだけどあーどうしよう、板パセ振ろうかな。はい、クワントパスタ、板パセ。でもこれモッツァレラとかブラートもしてもそうっすけど、うん、うわーめっちゃ地味だな、ひどい。あーひどいけどごめんなさい。イタリア料理はデガク、サンゴ橋イタリアレストランデガールのオーナーシェフ小倉智美です。今日はキノコのスープ、まあ、イタリア語だと、まあ、ベルッターターとか言うんですけど、結構まあなんとなく何でもベルッターターになります。キャベツのベルッターター、カリフラワーのベルッターター、まあ、ビーツのベルッターター、フェンネルのベルッターター。今日はマッシュルームをベースにしたベルッターター。まあ、ベルッターターってイタリア語でなんかこうなんていうかこう滑らかで柔らかいとか、ビロードのようなかベルベットのようなとか、そういう意味なんですけど、滑らかなこう、フレー状みたいなものを大体ベルッターターって言ったりします。やんわりなんか冷たいポタージュみたいなとか、あったかいポタージュみたいなものを、まあ、イメージしてくれたらいいかなと思うんですけど。マッシュルーム、バター、玉ねぎと牛乳。で、マッシュルーム100に対して、玉ねぎ20の、玉ねぎ20のバターが10。バターが10。塩が2ですかね。まあ、100g に対して 2% の塩、20% の玉ねぎ。10% のバターで、いつも牛乳なんか適当半分ぐらい入れてるんですけど、だいたい 100cc とかそんなもんかなって感じですね。で、結構キノコの水分を利用してスープ作ってるんで、好きな人は多分なんていうかしっかりしんなりするまで炒めてそれをスープにする人とかもいると思うんですよ。で、僕ビストワーズじゃがいもの冷たいスープを作るんですけど、その時はじゃがいもに対して 30% の玉ねぎと 1.5% の塩をひたひたの牛乳で煮て、で最終的なあのビストワーズを作る前のベースみたいなのを作るんですけど、それは今日これ全く同じやり方でキノコバージョンを作っているっていう感じなんですね。ただじゃがいもでも水分が多いんで少し牛乳の量は減るんですけど、でこれに塩が 2g、 一瞬だよこれ、めっちゃうまいしね、シンプルで。バター10と、あ、玉ねぎもスライスします。玉ねぎが20かな。まあどっちでもいいですけど、気分的には繊維に沿って薄くスライスしてあげた方が、わあ34入ってた、意外と少ない。繊維に逆らってるね、繊維に逆らった。で牛乳どれぐらいだろう、いつも測ったことないから分かんないな。入れすぎるとバッシャバシャになっちゃうんですよ、あのキノコの水分が出てきて。スープだけどスープじゃないんですよね、ベルッタータなんでね、まあ、さよならだけどさよならじゃないみたいな。はい、まあ、120g ぐらいですかね、まあ、適当に蓋してもいいし、あの沸いたら弱火にして蓋して、でなんとなくやるわけになったらおしまいみたいな感じですね。あの業務用の殿下の宝刀のバイタミックスでやっちゃうんですけど、まあハンドブレンダーで回してもいいし、ジューサーでもいいです。今うち甘鯛の奥書きにこの下のマッシュルームのキノコのスープを添えてるんですけど、前回の金目鯛のサルタートに下にこのキノコスープ敷いてももちろん絶対美味しいし、まだこれを少し気持ち濃く作ってサルティンボッカの下とかに敷いてあげても美味しいし、僕なんかこう考え方が、レシピの考え方をシンプルにするのが結構好きで、基本的なレシピは一緒なのに何かの要素を他に変えただけで名前が変わるみたいな感じって結構僕好きなんですよ。なんで今回はキノコですけど、キノコをジャガイモに変えても絶対できるし、
このキノコをキャベツに変えてもできますし、全体的なパーセンテージだけ守っておいて、あとはアレンジするのってすごいレシピが何ていうかこうシンプルになって、結構パスタも同じように考えてて、あ料理を作ります、で水と同じ同量をトマトソースにするとあれをポンポンになりましたとか、そういう風にだんだんこう絶対的なパーセンテージで守っちゃえばある程度ものは全部一緒になるっていうのってめっちゃ便利ですよね。めっちゃ便利だ。カクテルが本当その代表例で、いやーすごくカクテルのレシピってなんかなんか秀逸だなと思うんですよね。もちろんね、マルガリータもサイドカーも好きですけどね、クラシックの場合はついついサイドカー頼んじゃいますけど、もうちょっとですね、あと5分10分ぐらいです。で、味を全部入れて弱火で煮て、出なくなったらブレンダー回しておしまい。この前グランドハイアットで飲んだダージリンクーラーめちゃくちゃうまかったですね。びっくりしちゃった、あんな美味しいと思わなかった。いつも飲むのはゴッチボールって言って、あのアマレットとオレンジのソーダ割りみたいなやつ、ロングでは一番好きですね。よく飲みます、ね、どうだよっ。あ、これもですね、こんな感じ、こうキノコの成分が全部ぐーんと出て、牛乳と玉ねぎと馴染んだらおしまいです。ここから好き好きなんで、そしたら僕はもうバイタミックスって言いますけど、何度も言いますけど別にハンドブレンダーでも全然問題ないです。ただこれは一応死ぬほど滑らかになるんで回してください。ここはデルタータなんで徹底的に回しちゃいます。お皿に行っちゃってもいいかなって一瞬思ったんだけども、まあいいか。まあこれをベースで持っといて、実際はうちらも鍋で温めながら出してるんで、ほらめっちゃ滑らか。バイタミックスなんですけど、これ滑らかになっちゃいますけど、ダメですよ本当に。バイタミックス買っちゃう、メーカーで買ったらいくらすんだこれ。したらこれを器に乗せて、ポタージュっていうか、このベルタータですね。キノコのベルタータでしょうかな、もう今回。このうわ、めちゃくちゃ地味めちゃくちゃ地味すぎる。大丈夫これ、めっちゃ地味なんだけどあーどうしよう、板パセ振ろうかな。はい、クアントパスタ板パセ。でもこれモッツァレラとかブラートとしてもそうっすね。うわめっちゃ地味だな、ひどい。あひどいけどごめんなさい、キノコのベッタータです。地味すぎる、めっちゃ地味だ。おいしい、めっちゃ普通に最高、これ最高だわ、癒される、マジ癒される。この話地味ですけど、絶対に彼女を喜んでくれ、絶対モテる。彼女が2日目の時に作ってあげたら絶対モテる。これ結婚したいって言われるかもしれない。言われないかな、ダメかな、ダメか、いや言われるんじゃないかな。あー、でも言われきった時に絶対こんなの彼女にあげたらもう絶対に結婚したいって言われるよ。癒されるわ、お二人最高だわ。逆二人パンチないけど優しすぎる。優しくても付き合うじゃないか。ああ、これ癒されるわ。というわけで、僕はトモミのプロポーズするならこんな料理でした。分かんない。はい、終わり。美味しいよね、すごい美味しいと
楽しみにしてるのは、あ、ちゃんと買うのはブルージャイアントですけど、ジャズの漫画のあれは全部読んでますね。あの漫画は最高です。好きな漫画って言われるともう切れないんですけど、まあ、スラムダンクも好きだし、マイベストで言うとエースを狙えとか最高に面白いし、エースを狙え見て一体何回泣いたか。エースを狙えは最高っす。テニス漫画なんですよ。はるか、もう本当に化石みたいな。最高っす。エースを狙えは最高すぎる。あとなんだろう、もう言うと切れないですよ。もちろんあのナルトとかはもうもちろん好きですし、ワンピースは呼ばないですけど、ハンターハンターとかあの手のやつも大体好きっすね。ワールドトリガーとかね、最高っすよね。めっちゃ面白いっすよね、ワールドトリガーね。あ、最高あれ良かったっすね。あのチェーンソーマンの藤本達さんのルックバックも良かったっすね。あとなんだっけ、ちょっと僕友達の子供が読んでて読みたいなっていう漫画あるんですけど、ね、魚に豊あの豊作の方って書いて、地球の連動となんとかって漫画、あの人の作者がうちの YouTube めちゃくちゃ見てて、でほらそれもダウ9万の人と、ダウ9万大好き、ダウ9万のなんだっけ、なんて言ったっけ、あのリーダーの人と、その地の作者がオーディでなんか対談してて、でうちの YouTube のことをすごい紹介してくれたんですよ。で読みたいなと思ったんですけど、あと最近はファブル、ファブルね、ファブルもすごい、ファブルも面白いですよね。いやなんかもう漫画読みたい、漫画好き、いや好きな漫画多すぎちゃって、ち読みたいんだよね。そうめちゃくちゃ面白そう、すごい評判いいから、アニメ化もするしね。うん、なんだっけ、週末のワルキューレも面白いですね。ほぼほぼレン、あとはあ、アンダー忍者、アンダー忍者もいいですね。忍者の設定大好きなんで、あと世紀末化になる設定の漫画は結構好きですね。あのジャングルの王者ターちゃんのあのヴァンパイアの漫画とかもめっちゃ良かったですね。あれもすごい面白かった。ジョジョも大好き。あ、なんか好みだな、これ荒木裕彦さんに怒られちゃうんじゃないかと思うんですけど、すごいファンなのに許してください。ジョジョリオンまで読んでます、もちろん。アフタヌーンがすごい好きで、無限の住人とかはもうマジ5週ぐらい見ましたね。沢村博明さんは天才すぎる、めちゃくちゃ絵うまいし、ね、あとアフタヌーンとかイブニングとかの漫画は結構読んでますね。